てね。はい、KTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日は久々のライブということで、皆さん聞こえてますか？なんか誰も見てなかったりしてね。あ、これ見てる。聞こえてる？ OK。OK だったらなんかこう、聞こえてるよとか書いてくれると嬉しいです。あ、聞こえてなかったら聞こえてないよって言ってくれていいんですけど、で今日はですね、何を見てきたかと言いますと、三岡自動車のビュートストーリー、こちらの発表会があったのでお邪魔しております。でビュートって1993年に初代が登場しまして、4世代目になるんですが、今回はねガラリと変わったんですよ。まずコンセプトが今までのクラシカルカーからレトロモダンというのに変えました。でそこが変わったことで、実はねベース車両が変わったんですね。初代、2代目、3代目までは日産のマーチがベースだったんですけど、今回はヤリス、こちらがベースとなっています。でヤリスがベースになったということで、今までのセダンじゃなくてハッチバックスタイルになったのが一つポイントなんですけど、まあ、なんでハッチバックにしたかって言いますと、まあ、さっきの、ね、コンセプトを変えたということで、車のスタイルもそうですが、あとこうなんだろう、お客様のニーズもね結構こう若返ってきたみたいな感じがありまして、そういうところで全体的な若返りを図ったということなんですね。でもねやっぱセダンが好きってお客様もいらっしゃるので、3世代目の、ビュートに限りまして、メイクアップを施して、中古車をメイクアップしてね、販売するというのも続けていくということでした。なので、まあ、セダンがいい方は3代目中古車で探していただいて、まあ、探してっていうか中古車をメイクアップしたモデルを選んでいただいて、で新しいのという方はね、今回の4世代目のビュートストーリーちょっと注目していただければなというふうに思います。でビュートっていうとまずねデザインがやっぱ特徴的なんですけど、今までとガラリと変わったところは、今まではねこのお鼻の部分とこのほっぺたの部分がちょうどねこう水平になっていて、だからこうなんだろう、四角い感じのねクラシカルな印象だったんですけど、今回はこのお鼻の部分から頬の部分がねちょっと下がってで、いわゆるこうキュッキュッとほっぺたをリフトアップしたような、そういう感じでねデザイン的にも若返りを図っているんですって。確かにねパッと見てやっぱクラシカルからレトロモダンっていう風にねグッと若返ったなという風に思います。でそれとねこの大きなねビュートといえばこの丸いお目目が特徴ですけれども、今回 LED になりました。でこのねメッキの部分も今までの 1.5 倍くらいになったんで、キラキラ大きなパッチリお目目になったっていうのも今回のポイントです。あとこれはですねイルミネーションライトなんですけれども、これも LED 化されてるんで、ライトつけるとねすごいキラキラしてまた可愛らしいんですよね。で見ていただくとこのセンターのところにね、これいかにもセンサーだなと思うと思うんですけど、ミリ波レーダーついてます。そして超音波センサーなんかもついてるので、そういう安全装備も今回バッチリなんですよね。でさらに、まあ可愛いは可愛いんですけど、今回三岡自動車は車の作り方っていうのも変えたんです。今までね、ここ FRP だったんですけど、今回鉄板なんですよ。ね、あの鉄板でちゃんと成形して、樹脂の照射加工とかもして、で、ここはだけどね、あの FRP の。で、これはなんでかって言ったら、実はね、生産工程的にはここ鉄板で、ここ FRP でとか言うとね、効率悪くなるんですけど、どうしてもね、あの鉄板加工とか樹脂照射加工にすると、こういうところにこう切り欠き線みたいなのが入るじゃないですか。でもやっぱビュートはお顔が命とも言いますので、顔に傷をつけたくなかったんですって。なので、まあ、手作りの FRP なんでちょっと工程かかりますけれども、そこはしっかりね、FRP で、作られているっていうこだわりがね、やっぱり詰まった、そういった一台になっているのがポイントなんですよね。で、ボディカラーは、全部で12色。で、内装カラーは8色ということでね、もうあなただけのビュートがね作れると思います。ちょっと内装も見てみちゃう。で内装は、シートとこのインパネの部分がまあ共色になる、これだったら、まあライトブルーっていうのかな、そういう組み合わせになるんですけれども、すごくねこういいですよね。自分だけの1台が選べる。後ろもねかなり可愛いよ。ほらこんな感じで、どう、すんごいおしゃれさんじゃない、ね、いやもう本当可愛いんだけど、この後ろも、じゃあちょっと見てみる？あ、こうね、三岡のエンブレムがありますけれども、これか。こんな感じで。はい。
まあね、ベースがヤリスなので、そこは、すっかりね、使い勝手よく、なっているかと思います。で、今回はベースがヤリスなので、1リッターの、ガソリン、1.5 リッターのガソリンと、あとハイブリッドモデルもあるんですよね。で、今ね、先行実は予約が去年の、うち、去年じゃない、今年の春か。からかな、今年の春からかね、3月ぐらいからかな、やってるんだけど、30% がね、ハイブリッド。で、今のところ160台くらい、注文が来ていて、2024年の8月までもう生産枠が埋まっちゃってるので、今から欲しいなと思ったらお店に行ってもらって、まあ、ちょっと詳しくは聞いていただきたいんですけど、一応2024年の9月以降のね、生産枠になっちゃうみたいなんですが、まあそれぐらいもうすでに注目が高くてですね、で、ビュートとしては初めてのハイブリッドっていうことで、まあ今ね、ハイブリッドモデルがやっぱいいなっていう方も非常に多いと思いますし、こういうね、こう、おしゃれな形で、そういう最新の性能が欲しいという方も多いと思いますので、そういうとこぴったりかなと思います。で、これね、やっぱね、ビュートらしいラインっていうのもしっかり残っていまして、なんか結構ファンが多いですよね。私の周りにも乗ってらっしゃる方いるんですけど、やっぱりね、この形がいいなって、そのビュートのイメージはしっかり残しながら、最新モデルになってるっていうのがすごくいいなと思いました。で、あっちにね、ちょっとカラーパネルとかデザインのがあるみたいなんで、ちょっとそれを見に行きましょうかね。あ、こっちの色はまたちょっとね、淡い、なんだろう、ミルキーカラー的なやつで、可愛いんですけど。で、あそこにですね、カラーパネルがありますか。これが内装ですね。内装発色。あ、ごめんなさいね、すいません。あ、すいません。で、こちらがですね、ボディカラーの発色なんですって。これかな、これとこれが今あったのかな。で、これは、なんか組み合わせ見えますか。ちょっと開けた方がいい。傘こっち来た方がいいかな。で、ちょっと開けますよ。こんな感じで。はい。グリーンがね、これも可愛いよね。うん、これも可愛い。いや、ちょっとどれをね、選ぶかすごい迷っちゃうと思うんですけど、この悩むのも、また三岡自動車の魅力の一つというところでね、楽しみなんじゃないかなというふうに思います。で、今ね、三岡自動車さん、富山の方で、コンセプトブティックみたいなのもやってらっしゃるんですよね、カフェをメインにして。だからまあ、そういう富山にお出かけの際にはね、そういうところに遊びに行っていただくのも、なかなか楽しくていいかな、なんていうふうに思います。ではちょうどね、今このデザイナーの青木さんがいらっしゃいますが、ちょっと忙しそうなんでちょっと待ちますか。ちょっとね、お話聞いてみようかななんて思いますけど。まあ、車はね、こんな感じで、まあ、ザザザッと説明しましたが、まあ、試乗車もね、あるらしいので、今度ね、チャンスがあったら乗せていただいて、またちょっとね、聞いてみたいななんていうふうに思っています。で、これはね、多分 PVC なんだよね。で、今ほら、本物のレーザーよりもね、人工皮革の PVC とか、あと、まあ、なんだろう、普通の織物的なやつね、使うのを変えてるんですけど、これね、強くていいですよ。私もPVC の、なんだろうな、シートカバーね、カバナさんとかで使ったことあるんですが、薄い色でもね、汚れたらちょっとメラミンスポンジとかでこすると綺麗に取れたりとか、あとね、やっぱこういう風にするとね、座り心地がすごく良くなるんですよね。そのあたりもね、かなり違うと思います。これちょっと座ってみてもいいですか？じゃあちょっと座っちゃいますね。はい、じゃあちょっと座ろうかな。すごいね。なんか、クッション性があるっていうか、一枚ね、クッションかかったような感じで、すごいね、座り心地いいですよ。はい。で、こう言うと、ここはね、硬いけど。あ、でも、すごいいい感じ。で、今回はマニュアル車もあるっていうことなので、私はマニュアルがいいなという方もですね、いろいろ選んでいただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ヤリスにね、ベースが変わったことで、またね、違う世界観広がったかな、なんていうふうに思うんですけど、あ、なかなか、じゃあ、社長さんにちょっと話聞いてみようかな。今、ちょっと YouTube でライブで配信しておりまして、そうなんです。今日、いきなりお邪魔しまして、いや、大丈夫です。モータージャーナリストの竹岡圭と申します。と、お世話になっております。だいぶ前、数年前に、お正月に、富山のデパートで、なんか、三岡自動車さんのイベントセーブ出たことありますよ。はい、映像です。ああ、かな、エレベーターの、エレベーター、エスカレーターの前か。そうです。なんかイベントあったのか、初売りイベントかな。はい、お邪魔しました。はい、そうです。お伺いしましたけど。いや、でもなんか、今回のもまたガラリと、ハッチバックスタイルになって、若返りっていうか、可愛くなりましたね。
可愛いのが一番ですね。うん、そうですよね。あなたとしてです。いや。で、富山の、はい、あのほら、コンセプトブティックみたいなの作られたんでしょうね。はい、グランドストアですね。グランドストアか。はい、あれは、どの辺にあるんですか、富山の。ちょうど富山の中心部の方の。駅のそば？いや、駅のそばに。駅のそばじゃないんだ。アボレという大きなショッピングモールなんですよ、ね。はいはいはい。富山県で一番大きいやつです、ね。その目の前にあります。ああ、そうなんだ。住所は府中町です、ね。カフェがメインになる。カフェを一応メインにしてます。なんかね、ちょっと行くチャンスがあったら遊びに行かせていただきますね。泊まりたいですね。うん。絶対喜ばれます。本当。本当に帰りたくなくなると思う。で、最後はまあ、この車を持っていいですか、買っていいですかって言われて。でもね、うちのマンションでもね、前のビューと乗ってらっしゃる方いますよ、三世代目。やっぱ可愛いからね、どうしてもこれがいいっていう方で人気も高いですもんね。うん、これ、試乗今度ね、チャンスがあればちょっと乗せていただきたいなと思いますので。今日もやってますね、もし時間があれば。はい、またその説はよろしくお願いします。富山にも来ます。あ、わかりました。お茶飲みながら飲んで、走ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、もういきなり、ちょっとスケジュール確認しますね。はい。お願いいたします。はい、ありがとうございます。またね、雪降っちゃうとなかなかね、行けない。あ、ちょっと、いや、なかなかね、楽しいフレンドリーな感じでいいですよね。なんかね、皆さんちょっとやっぱ発表会の状況なので、お忙しそうなので、まあ今日はこれぐらいにしとくかな？どうします？勝さん。なんかありますか？これぐらいにしときますか？ああ、ゆみさんがいらっしゃいました。ああ、そうね、そうね。そう、なんか、ゆみさんも多分ね、あっちにインタビュー見たりとか、皆さん、あ、ここ皆さん並んでらっしゃるんで、ちょっと忙しいので、今日はこれぐらいにさせていただいて、またですね、今度、乗ってね、いろいろこうご紹介できればな、というふうに思っております。まあ、せっかく来たから、こういうとこ映しとか。ね、なんか、すごいですよ。オリジナルネクタイとか、いろいろあるのね。クロスハンカチ。トートバッグ、エゴバッグ。なんかね、やっぱ三岡自動車さんってロックスターとバディが出てからね、がぜん注目が高まったみたいなイメージありますけど、やっぱりね、ビュートなんかはもうほら、4世代目みたいな長いシャツですし、ね、歴史もありますんで、でね、ここにね、エンブレムとかもね、結構可愛かったのよ。こういう感じでね。まあね、さっきちょっと社長さんとお話ししましたけれども、あれ社長さんもちょっとなんだフレンドリーな方なのでね、ぜひ三岡さんのショールームお邪魔していただければなと思います。今日はここはね、麻布台にある東京のねショールームで発表会が行われたのでそこに来ましたけれどもね、ぜひ次チャンスを見つけて、試乗レポートもまた皆さんにご紹介したいと思います。というわけで今日のライブいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒に、いろんなところに登場お出かけしましょうね。それではまたね、バイバーイ。